限界はアザラシ鉄道とネオ眉毛鉄道を作ったっす。最初は赤字だったアザラシ鉄道も自分の手腕で黒字になったっすよ。収入も倍近くになったっす。この調子で路線を充実させていくっすよ。今回は南部のクラフトドッグとチワワンを結ぶ鉄道を作るっす。南部の産業は都市の発展に不可欠っすからね。シバーンを経由せず、クラフトドッグとチワワンを直通させることで、シバーンだけ成長する事態を避ける意味もあるっす。できるだけ、ネオ眉毛を優遇したいところっすね。それと、木材の需要が大きいので、未使用の伐採場を稼働させて増産させるっす。それじゃあ、ちゃっちゃと工事していくっすよ。邪魔な道路を取り除いて、道路を引き直すっす。ババンババンバンバン。道路を引いていって、ペイント。貨物駅は工場2つを範囲に収めるようにしてっと。画面上に機械工場、右下に商品工場っす。駅ドーン。次はシバーン南の駅を整備するっす。チワワンからクラフトドッグに直通し、帰りにシバーンによる形にするっす。これで少しでも輸送して利益を上げるっすよ。角度を微調整してっと。次はチワワンの貨物駅っすね。これまた製鋼工場と食品加工工場の範囲に収めて。そして線路をシュバババッバババッバー。車高と一丁。信号つけてっと。フォームをカスタマイズしてっと。木材用の路線を整備して。線路を。シュバババババ。ここの道路を引き直したいっすけど、工事費用が高くなりそうなので、余裕ができてからっすね。こんな感じっすかね。いつの間にか色々と使えるようになってるっすけど、購入する車両は安いやつでいいっすね。でも、安すぎるとパワー不足になりがち。最初は輸送ルートを確定させるためだけに走行するので、安い車両と適切な貨車を1両だけの編成にして流すっす。物資の輸送が開始されたら、随時更新していくっすよ。試験車両の走行開始っす。安い車両に貨車1両の最低限の編成で一周させるっすよ。まずは木材輸送用の平台貨車の編成。次に鋼鉄輸送用の平台貨車。計測が機能しているかチェックするっす。停止信号よし。待機しているもう1編成は食料輸送用の有害貨車の編成っす。シバーン南駅では待避設備をつけてあるっす。基本単線でシバーン南駅とチワワン近くに信号所を作ってあるっす。ちゃんと計測が機能しているっすね。チワワン駅で鋼鉄を積み込んで。まだ生産量が少ないっすね。原料の輸送量が少ないせいっすね。場所を増やすか、鉄道路線を作るかしないとダメっすね。奥で並走しているのは木材輸送船っすね。シバーン南駅ですれ違い。木材輸送船では原料の丸太を下ろしているところっすね。丸太を木材に加工して、それをクラフトドッグに運び、機械や道具の材料になるっす。ここの街路は、早めに作り直したいっすねー。なんかすごい形になってしまったっす。まだ1周目だから丸太の木材加工が開始されていないんすね。
次の周回で出来上がった木材が運ばれてくるはずっす。鋼鉄を下ろしたら、建設資材を積み込んで、芝安南駅に運ぶっす。追い上げる木材船。追いつくか？鋼鉄船逃げ切った。トラック路線も整備して、順調に輸送が進んでいるっす。おっと、バスもついに自動車の時代っすね。路線建設が予定よりもだいぶ遅れているっすけど、黒字安定しているから、堅実に進めていくっすよ。一般車両も自動車になってきているっすね。おっと、問題の踏切っすね。道路を作り直さないと、結構厳しいものがあるっす。馬車を使うと渋滞を引き起こしそうっすね。お金が貯まり次第、随時車両を更新していくっすよ。というわけで、バス購入。輸送力が向上して、収入も上がるっすけど、経費も増えるから、利益としては劇的には変わらないっすね。しかし、人口増加への寄与は大きくなるので、将来的な旅客の増加につながるっす。チワワンとクラフトドッグを結ぶ食料輸送によって、食料の生産量が不足しているっす。なので、農場と食品加工工場を鉄道で結んで、生産量を向上させるっすよ。馬車では時間がかかる迂回路を廃止して、遠い方の農場は鉄道で直通。近い農場を馬車でピストン輸送するっす。路線を設定して、なんか面白い車両があったので購入。汽車のモデルを真ん中からカット反転ペーストしたような車両っすね。速度は遅いっすけど、パワフルなので。編成は上限速度が低くて安価な旧式貨車を多めに。ちなみに、この時点で農場の生産限界で往復できる状態に。路線の輸送力が農場の生産力に匹敵しているわけっす。これ以上の効率上昇は輸送力過剰になるっすね。一度に50近くの作物を輸送して、利益は20万ほどしか。安定のドル箱路線っすね。それでは、今回の工事のまとめっす。まず、チワワンからクラフトドッグに鋼鉄を運んで、クラフトドッグから建設資材を芝安南に輸送する、平台貨車の鉄道路線を作ったっす。その路線では、食料をクラフトドッグに輸送して、クラフトドッグで生産された機械をチワワンに持ち帰る、有害貨車路線も走っているっす。この二つの路線は芝安南とチワワン手前の信号所ですれ違うっす。次に、木材を輸送する平台貨車路線。作物を食品工場に輸送するゴンドラ貨車路線を作ったっす。トラック路線は長距離の路線を鉄道に置き換えて、建設資材を輸送していたクラフトドッグと芝安の路線を廃止。クラフトドッグの工場と駅での短縮路線に変更。チワワンの食料輸送も短縮。距離を縮めた分、車両の往復頻度が上がって、効率が上がりました。次回も引き続き長距離のトラック路線を整理していきます。ちなみに、ネオ眉毛鉄道は貨車を追加して輸送力向上させてあります。客車の種類を変えてグリーン席っぽく。